おはようございます。しんのすくんです。ペルペルです。本日は、東京都にありますウエスタン火災店様にて、ペルペルダブルパニック、収録させていただきます。外が雨降ってるのでこちらでちょっと打ちながらオープニング、行きたいなと思っております。よろしくお願いします。本日はスマスロ戦国乙女4です。本日が、抽選が35分の23番で、バイオシリーズバイオアリーツ1台減ってしまって2台、加藤台にポンポンポンとあるんですけれども、1番2番の方で埋まりと、いうことで、バイオベンデッタ4台あるんですけれども埋まりということで、バイオベンデッタの隣にある戦国乙女4、3台ありまして稼働台を抑えました。打つのは今日で3回目なんですけれども、ちょっとねまだわからないことだらけなんで探り探り今日も打っていきたいと思います。前回 の乙女調査では6000枚ほど、出せまして、出し方は、なんとなく分かったかなと、いうところで、目標がフリーズだったんですけれども、フリーズも引いてしまったんで、今日は何を目標にするか、それを探しながらの旅もいいかなと思いまして、とりあえず前回 の乙女調査では、1回もチャンスゾーン行ってないんで、今日はとりあえずチャンスゾーンからの AT 突入のパターンを2種類お見せしたいなと思います。まあ、2種類っていうのはチャンスゾーンは、まあ、1種類なんですけどもモードが選べまして、乙女アタックとキュイーンアタックかな、自分でモードを変えられるんで、とりあえずその2種類の、チャンスゾーンからの AT 突入を目指していきます。とりあえず100ゲーム以内の前兆はそろそろ始まるかなと思います。今60ゲームです。あ、61グミからの前兆開始、ちょっとだけ期待しちゃいます。お、グミ2回目。そう、前場開始からこれで10ゲーム目。さあ、軍技です。72で軍技。お、いいね、後ろにも旗がある。そこそこ熱いんですけれども、そこそこの熱さだと思う。あー、でも弱くなってるな。ないかー。おう、スイカ引いて、ノー。112から前兆は始まってるかもしれない。この感覚は初代サラリーマン番長のような感じですね。前兆が始まってるかもしれない演出があるっていう。初代の戦国乙女だと確かグミはそこそこチャンスアップキャラだったんですけど、こちらのスマスロ戦国乙女方はあんまりっていう感じですね。そこまでチャンスアップ、まあチャンスアップっちゃチャンスアップですけど、グミに対しての期待度が落ちているような印象です。まあ、2回目、126。あ、ポイントがたまりました。今日もポイントからのチャンスの当選率カウントしていきたいと思います。あ、ポイントからチャンスゾーン行きました。1の1です。これで設定1で 20%、 6で 24.4% ぐらいのところを持ってきました。これあの動画では初なんですけど、ポイントから、チャンスゾーン乙女アタック行きました。でさっきの前兆はおそらくフェイクだったんじゃないかなと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9 10人と戦うんですけど、1人当たり2ゲームなんで全部で、まあ、20ゲームあります。勝てばボーナスで、敵によって期待度変わるんですけど、村雨は下から2番目ですね。鴎外が一番強いんで、まあ、ほぼ無理かなという感じ でもし勝ったら終わりではなく、どんどんあのストックしていきます。勝てば勝つほどストックしていくんで、とりあえず勝ちましょうという感じです。379人目で勝つとエピソードボーナスで AT も、確約されるボーナスなんで、379人目が結構、注目どころかなと思います。あ、また村雨。カットインとか出るとチャンスアップなんですけど、今回何もなし、残念。さあ3人目家康さん、太郎、白か、白が、一応処理確定キャラ。鴎外、村雨、小太郎昇格、白の順で期待度アップだったと思います。村雨、あれ、鴎外が今日来ないね。
ここ勝てば確かエピソードボーナスだったんで勝たないね。あれ村雨しか来ない。あー、オーガイ来ました。オーガイ一番強いんでほぼ無理です。村雨カットイン、何もない。いやーこれはやばいな。あ、ここでジャクチェリー昇格とかして小太郎来ました。小太郎勝率確か6割ぐらいあったはず。カットイン入って OK、 1,2,3,4,5,6,7人目で勝利すると丸つくんですけど、今回レインボーデフォルトが赤色の丸です。レインボーだとエピソードボーナス激濃厚、まあ、これ7人目倒したんで、まあ、エピソードボーナス激濃厚で勝っても次、ストックしていきます。勝てば勝つ分だけ。いいところでジャクチェリー引きました先ほどは。さあラスト、あ、また小太郎来た。待って、エピソードボーナス今激濃厚してる状態で、ここで 1,2,3,10人目、勝てば確か大外バトルのストック抽選だった気がします。ストック抽選とかストックしてくれると思うんで、カットイン行かないか。今回一人撃破なんでボーナス、まあ、しかもエピソードボーナスと。エピソードボーナスも4種類ですかね。4種類あって設定示唆、奇遇示唆、高設定示唆してると思います。今回ソーリンのエピソード、ソーリンは偶数示唆らしいです。総投資6本です。早い、やっぱり簡単です。戦国乙女4は。さあこれでエピソードボーナス消化終了でデフォルト画面、ここから AT です。スタートライン、戦国乙女4のスタートラインは上位 AT って言いたいところなんですけども、意外とそうでも、待っていきなりこのステージから始まることがありますか。これもボーナス激濃厚パターン、どこかでストックしていたのかどうなのかちょっとわからないので、詳しい方コメント欄で教えていただきたいなと思います。いきなりこのステージから始まるのはちょっと、あ、天国かもしれないな。天国の早めの前兆でいきなりこの一番上のステージまで行ったに半票ぐらい入れます。これは朝からチャンス。あ、楽曲変えないと。いいね、ここがミソポイントですよね。ラスト38。さあバイオ RE2 でいうところのパンデミックチャンスです。一番右のキャラを取りたいですね。 3.2 分の1で白7、ゾロへ来てしまうんで、とりあえず4ゲームはそれを回避して5ゲーム目にその 3.2 分の1の白7をゲットできれば OK。 来なくていい、早い。これはよろしくない。パンデミックチャンスでいうところの、まあ、ノー感染ボーナス、ハザードボーナスかなという、感じかなと思います。ベルで上乗せチャンス、ベルの 25% あればいいかなと思いながら、あーリロック、もう一回バッカ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 、こう1段階チャンス目、チャンス目 OK、20やっとベルで1回目のせ。感覚としては初のイニシャル D の AT 中のボーナス中の外れの 10% で上乗せぐらいかなと思います。2回目、さあベルで2回乗せてチャンス目で1回乗せて合計30ゲームのせ、終了画面がデフォルトです。AT のボーナス後は、10ゲームのせ、残り77ゲーム、純増 2.5 枚なんで、まあ、上位行くと5枚になります、倍になるんで、これ途中から上位 AT 行けるっていうのがまたミソポイントです。行ってよし、今日は逆押しから攻めていきましょう。揃えばボーナス、
一発。今日は何かが近づいてる。オッケー。あと2ゲーム耐えて。違う。まあ、なかなか5人目まで行く難しいんですよね。リプレイで上ロス。もう5人目行ったらもう麻酔打って仕留めるっていうのが、まあ、前回の動画でもあったんですけど、ただ一番最後まで行くのが難しい。 OK リプレイ。20ゲーム乗ったらいいかなっていう感じですかね。今5ゲーム乗せ、意外とリプレイが引けないんですよね。 OK 2回目。さあ合計10ゲーム乗せです。デフォルト画面、ボーナス高確率いった時の冷却からのボーナス当選率は解析出てるんですけども、今この状態のボーナス当選率が出てないんでちょっと気になりますけど、リールロックに何回するとボーナス期待度 50% らしいです。今何もない状態、通常状態ですね。ボーナス降格率中に2段階ロックするとボーナス激ロックと。あ、不意のチャンス目でした。でこれボーナス降格率中に行ったんですけれども、このチャンス目はボーナス降格率前なんで、まあ、大体 10% あればいいかなという感じですね。でボーナス降格率中リールロック1段階2段階フリーズしちゃって16384来ないかで、今ボーナス高確率中の2段階ロックなんで、この時点で確かにボーナス激ロックです。チャンス目、チャンス目、激アツ、チャンス、いいね。30はいいね。おそらくボーナス高確率中の2段階ロックなんでボーナスはいただけるかなと思います。おお、勝負の文字が赤い、チャンスアップ。 OK、さあ行きますよ。うん、青緑緑青赤、まあ、今回やっぱ4ゲームはちょっと耐えてもらって、ここも耐えて OK、 ここは絶対耐えて、すげえ、うわ最悪。いやー、なかなかいけないな。やっぱりリプレイで上乗せ、いやー惜しかった、まあ、最後まで行っても 3.2 分の1引けなければまた戻るんですけれども、いや今のところの展開めちゃくちゃいいですね。すごい順調に来ています。いいね。何かスイカー20、10、さあ合計30ゲームのせいでラストゲームでジャクチェリーオッケー。これで合計40ゲームのせです。さあ残り120ゲーム。おー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 おお、チャンス、チャンスな境地は確かボーナス降格率確定だった気がします。これね、音楽を変える楽曲50曲ぐらいあるんで、ちょっといつも同じ曲ばっかりです。好きな曲しか3曲ぐらいしかないんですけども、まだもっといろんな曲あるんですけど、まず好きな曲が、新しい好みの曲が決まっております。いかないな。青理事の何パーセントか、青理事の 20% ぐらいで山間チャンスいくかなと予想しておりますけども、ここも乙女調査の項目に入れたいと思います。オッケー、キョーチェリー。さあここからボーナス降格率は13ゲーム固定なんで、このお大変ですね。強手で行ったのか、開いちゃいましたけど、これはどういうことなんでしょう。強手の追加上乗せ的なのかどうなのかちょっと分かりませんけども、もう閉まんないですね。100乗せ、
これちょっと初めてです。これボーナスもついてきちゃったらもう大変ですけども、あでも煽りは弱いな。さあ750枚オーバー、これはないか。ここで上位 AT 入れたいですよね。残り155あるところでの上位 AT 順度が5枚になるんで、そのためにはボーナスを引きたいところ。よし、スイカからボーナス高確率。ここはリールロック狙い、いいね。チャンス目だったら 25%、 スイカだったら 10% です。ボーナス高確率は 25%。 乗らない。あ大変。ちょっとこれ初めてです。初めて。あららららら、大変大変ですよ。ボーナス高確率中のチャンス目で200乗せ、今日は何かが違う。でボーナス 25% で出てくるんですけれども、あこれは弱いか。いいね、これ完走いけるな。投資が6本なんで、まあ、300枚は使ってないところ、567、2700枚ぐらい出せば完走いけると思います。ただまだ1000枚なんで残り233。リロックない、弱者。あ2ゲーム連続だね。激アツ後期、あ弱者で乗った。1ゲーム挟みました。20、即告知より全長挟んだがでかいゲーム数もらえますね。弱者で乗るなんてめったにないんですけども、まあ、乗っても大抵10なんですけど、さっき全長1ゲーム挟んでの20ゲーム告知。チャンス目での200ゲームは乗せ、振り分け確認したら 0.4%。 200ゲームがマックスらしいですね。レイアフからの乗せは最大一手 OK。 これはね中右左4択ですけど、実質個人的には2択です。もうラストチャンスな感じなんで残念。次中やってダメだったら今日は右ファーストデーかなと思いますので、右ファーストでいきます。いいよ、利力はないけどチャンス目上乗せ。この演出はなかなか見ないんで、ちょっとボーナスに期待したいところですけども、この13ゲーム間でもうレア役引くっていうのがそこそこ難しいんですけれども、さあラスト、さあ外バトル現在1866枚。ここでレア役スイカ、ないかないか。1873枚です。終わり547で終わり、548でこれ多分全長走ってるんですけど、引き戻しって言っていいのか強川ループって言っていいのかわからないですけども、即全長649までが通常 B での天井なんで、ここを超えたら A ですね。 A でも結構、規定ゲーム数当たる可能性があるところなんですけれども、ここを超えるともう天井799です。ただここまでハマったの今日で成功ごとめ4 3回目ですけど、初めての600超えです。今までずっと350ゲームのところで引っかかってたんで、
400ゲーム超えることが1回もなかったんですけども、今日初めて。ただ AT 消化してたんで全然出玉は削られてませんけれども、天井行くのかここで当たるのか。629、赤かったね。さっきプシューンみたいなのが赤かってグミいたんで、ちょっと初めてパターンです。このプシューンが赤かったんですよ。で、レイヤークかなと思ったらレイヤーク来て、これは本前町、ただ誰も来てくれない。これでようやく、あ、いい赤文字。600ゲーム前半で当たりました。 B 店長か A か、いや赤文字まだ外したことないんですよ。外れるのかどうなのか。 OK、 647ゲーム昇格、エピソードに昇格。さあ本日初戦国ごとめボーナス、完全告知いきます。30、さっきのボーナス準備中はこのボーナスのゲーム数昇格とエピソード昇格やってるらしいんですけど、さあ吸引になれば AT、 あ、このボーナスの告知タイプ3パターン選べるんですけど、長押しプッシュボタン長押しすると裏モード的なのができるらしいんで、ちょっと次覚えてたらやってみたいと思います。ないかー。さあエマが頑張れなんでちょっと弱いですけど、2回目のポイントゼロ、ミコポイントですね。これで2の1か2の2になるか、いつもより発展が遅いような気がします。なくはない、期待度3つ。あ、これ2の2になりました、ポイントから。で、このあとチャンスゾーン行くんですよ。ここでプッシュボタンを押すと吸引アタックになります。個人的にはあのいつも吸引アタック、吸引アタックにします。やることは一緒なんですけども、乙女アタック中と吸引ってなればボーナス。乙女アタックだと戦ってるんですけど、吸引アタックはもうシンプルです。吸引ってなれば OK なんで、やばいなー、ラストないで、まあ、チャンスの失敗後256分の1で、まあ、乙女アタックだったら新、違う、プレミアム乙女アタック行くんですけども、吸引アタックの場合はどうなるのかわからないですよね。まあいかない。いかないか、1段階強制。さあ3回目、お、チャンス祈願、これ3回目なんですけども、2ゲーム目で発展、これはいったかもしれない。そして重ねてスイカ、いかなくて、この後また前兆が続いている。この後発展したら熱いと思うんですけど、これ発展しなくてそのまま前兆終了みたいなことが多いんで、また強チェリー、強地はもう999ポイント到達なんで、この発展は1回目のやつか、強地リー分か、多分最初のポイントだと思うんで、これ一応3の3、まあ、4の3にしておきますよ。4の3、もう一回ちょっとクイーンアタックでいきます。これはいいですよ、ポイントからのチャンスゾーンがもう今のところパーフェクト。やばい、ラスト、あー、強地リー引いてるけどダメか、ダメなんだ、強チェリーダメでしたね。さあこれで、あー、もう一回行っていかないけど、弱薬は最低50なんでこれでたまりました。あ、強チェなんでこれ贅沢です。さあエマは頑張れなんでちょっと弱い、これで5回目。あー、これちょっと発展パターンがいつもと同じなんで弱いか。あ、行きましたね、
280ゲーム。これ5の4ですよ。5の4。そう、吸引アタック当たるまでやります。さっき強制を透かしてしまったんで。ナイカー256分の1で、あー待って、弱チェダメだ、うまくない、チャンスゾーン自体が今日うまくない。そして300ゲーム台、ポイントあと6ポイントなんで6回目ですね。さあ6回目チャンス祈願いただきました。また行くか。さあ4ゲーム目で発展、期待度3つ。あ、行きました。ちょっとおかしいな、6分の5ですよ。今度こそ やっとだよ。ただ6人目なんで、これはボーナスない。今回1回当たりなんでボーナス。333ゲーム、チャンスゾーンからボーナス、まあ、これでも多分エピソードに行く可能性もあると思うんですけども、エピソードはいかず裏モードみたいなのが、あ、裏告知、ちょっとやったことないんでやってみます。いつでもプッシュ40、プッシュボタンが反応するらしいです、当選してたら。いや、あと3ゲームしかない。ナイカー、ラストラストで来たー。ラストゲームのこのスイカでいったのかどうか、ギリギリでした。あれ、これはちょっとわからないパターンですね。これはちょっとわからないパターン。1ゲーム連なぜしたのか。とりあえず今回は、緑青赤赤なんで3ゲーム耐えてからの麻酔いきます。お、昇格煽り、昇格しない、ここは絶対にダメ、カットインは来ないで。 OK、 さあここは仕留めたいんで麻酔打ちます。まだか、次も麻酔、ここも取りたい。 3.2分の1、来い、 OK、 OK、 目押しミス、やりました。麻酔結構効くんすよね。上乗せで今日乗せ確定なんで、とりあえず上乗せさせないとダメ。50ゲーム以上、100 50、レア役レア役、いいね、弱者100100以上、50、いいね、乗せたらもう50ゲーム以上、現在150ゲーム乗せ、もう一回何か、 OK、 さあこれで200ゲーム。これリプレイで乗せ書く、いいね、リルロックはないけどレア役は引いてる。チャンス目リプレイでした。重ねてます、弱チェリプレイ分の50で、ここで弱チェ分の乗せが出てきて50、これ300乗せです、いいね。で初期50あるんで350ゲームスタート、あ、360ゲームスタート、また始まりました。いや、ここでボーナスまた重ねていかないとさらっと終わってしまうんで、油断は禁物ですね。あれ、これはちょっとチャンス、星3つ、
ちょっと煽りが弱かったんで 15% ぐらいと思いながらのないかないね。おい、やりました。さあやります。昇格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 スイカ昇格しない。一番右だけ赤なんで4ゲームは耐えてもらって早いかった。ベルで上乗せチャンス4回目 OK。 5回目さあ5回は乗せてトータル25ゲーム残り303ゲームまだまだいいね。チャンス目ボーナス高確率中なんで 25% さあボーナス1000枚オーバー残り78ゲームチャンス目から3ゲーム目。4これはないか。おーまたチャンス目重ねてさっきは4ゲーム目で発展してしまいましたけど9 10ゲーム目、11ゲーム、ないかー。さあ、300ゲーム台、今日まだフリーズ引いてない、来ないかー。ボーナス非降格中のロックには 50% 期待度です。ボーナスチャンス目逆に追加が良かったけどチャンス目。さあボーナスボーナス3次で勝負勝負弱いか。おお。これエンディングですね。あエンディングじゃない、あ、スイカでした。あ、エンディングです。今2483枚あるんで、で6本しか使ってないんでこれ3枚プラス2400枚のところのエンディング到達かなと思います。さあこのキャラで設定しさですけれども、武田信玄。さあエンディング到達で1408枚、現在2686枚出てます。ここからが 70% ループ。さあエンディング後は超強化ループ天国 A 以上が確定になって、消化中は AT 直撃当選率大幅アップということで、ここは設定差のない AT 直撃だと思いますので、サンプルには含まない方がいいかなと思います。そして AT 直撃すると AT 終了後また超強化ループらしいので、このループが約 70% となっております。続いてますね。あこれは11ゲームから全長開始か、レア役で AT 直撃抽選されているのかちょっとわからないんですけども、全長走ってます。早いで AT 突入時の 25% で新強化ラッシュですね。ジョイ AT 純増が5万になるところに行くんで、プチューンを狙って、さあ24ゲーム軍技4、おーいかない、レア役めちゃくちゃ引くチャンス目。これ本前兆中のレア役だった場合はど何を抽選されているのか。これはいますね、これはいます。お、旗木次伝、おーこれ AT 直撃蓋が開けば AT 直撃だと思うんですよ。妨害バトル初めてです。星が5個、プッシュボタンの時に蓋が開いてほしい。開け
わかんない。さあ行きました43ゲーム。プチュッ、行かない。 25% は取れず AT 直撃。よし3回目。これプッシュボタンを押すと履歴が見えるんですけれども、まあ、中か右、まあ、個人的に履歴は全く見ない派なんであれですけども、中右でいきます。ない。後期よく外れる。あれでもラスト1で煽りが来てないということは、このステージで終わることはちょっと初めてです。そして大外バトル、さあ弱攻撃、いかないか。オッケー、さあ行きましょう。本前場中のレア役でもしかしたらストック抽選とかされてるかもしれないです。さあここから最低 50%。 吉本さん星に、あ一応弱攻撃、やばい。ないかー、一戦でした。30ゲーム。お、チャンス目、いや、ジョーダンベルで後期、これはいますね。さあ行きましょう。青緑青緑赤、ここは来なくていい、ここは来なくていい。よし、ここは来てもいいけど来なくていい。 OK、 ここは来なくていい、ここは来なくていい。 OK、 ここは来なくていい。いやー来ちゃった。あと一歩だったんですけどもね。上乗せ昇格降格リプレイ 3.5、 レア役 100%、 ベル1個、上乗せ昇格効果、これ初めてです。とりあえず上乗せさせないと始まらなそうですね。リプレイ OK、 初上乗せ。あ、10ゲーム、5ゲームではなく最低10ゲームになるのかどうなのか。さあ10ゲームのせいでした。デフォルト画面、おい萌えカットイン今日初です。ただ弱い。ラスト5ゲーム、チャンスアップ。おお、さすがに。さあ行きましょう。いやー一番右をしてるなんで、これ 3.2 分の1の白7揃い取れたら上位 AT 行きます。ただラスト5ゲームしかないんであれですけども、ここも来なくていい。しちゃう。リプレイで上乗せ確定。30は乗せたい、目標30、最低30。 OK、 2回目。 OK、 3回目。ついでの合計15ゲームです。リプレイは3回。さあ残り28。いやーかー、1段階弱チェー。さあ大外バトル、あーやばいけどレイアク引いてる。レイロック1段階、チャンス目。オッケー30。さあここから元成さん星3つ、
やばい。あれ、ないかー。また一戦、まあ、一戦勝利するだけでもあれですけども、ちょっと遅かったジャクチェリー。3、4はない。お、リリベでチャンス目、チャンス目、上乗せ乙女。あ、来ました、川乗せ。15か520。さあボーナス、ボーナス、いいね。チャンス目、白いふすま。あれ、これは初めてです。あ、上乗せ1ゲーム全長挟みました。20リール6重ねて、もう1回いかないか。ーボーナス高確率中、強制 50%。 さあボーナス、わー、まだ油断できない。2ゲーム目、4ゲーム目で8点。ただこれゲーム数の可能性もある。弱い、このあとない。さあ今2連勝中です。妨害に、やばい、さすがにもう厳しそうですね。さあ2119枚。さあエンディングから AT 直撃しての終わって今ここなんで、確か 70% でまた 70%AT 直撃したんで、超強化ループは多分滞在してると思います。おい、チャンス目、10の5か10の6になるかの、瀬戸際です。今赤文字、これはいったか。あ、赤いビジョン、ちょっとキャラの名前が全くわからないんで、その辺はちょっと申し訳ないんですけども、あの色で、言っていきたいと思います。うわー、ここで、いやー、ここで強チェリー、ポイント減って頑張れ。いや、多分1回目のポイントでチャンスゾーンは入ってると思うんですよ。赤文字絡んでエフェクトも赤だったんで、これはおそらく1回目のポイント0ポイントのところだと思います。506ゲームいきました。これで、まあ、さっき強チェリー引いたんで11の6です。キュイン告知でいきましょう。キュインアタックでいきましょう。そして2回目のポイント分はスルーしてるのかどうか、煽りが走ってないんでスルーしてそうですね。さあ791ゲーム、おそらく天井ですね。最深部だと思います。初めてです。昇格エピソード、エピソード弱チェ、確か 0.何%の世界だった気がします。弱役は2400枚ぐらい、持ち玉あります。総投資は、6本のままなんで全然プラスです。完全告知でいきます。お、14ゲームから全長開始。さあポイントマックス、エマが頑張れ。あ、いったか。これで13分の7、クイーンアタックなしでいきましょう。コタロン、しょっぱなチャンス。コタロンの時大抵カットインが入るんですよね。 OK、 一発目からこれうまい。うわー、いいね。しかもこれ7人目なんで、ここ取ったらエピソードついてくる。弱チェ、村雨か、なくはない、ない。No、 今回最初の秀吉だけでした。
さあ完全国おーチャンス目頼みます。チャンス目じゃなかった。びっくりマークでジョーダンベル、これはいったでしょう。2ゲーム目 OK、 第3で告知でした。おっと最終ゲームでジャクチェリーないない。さあ行きましょう。ちょっと久々の AT です。今日まだ引いてないですよ。ロングフリーズいかないか。チャンス目、さあポイントゼロになってこれで14回目。さあそしてチャンスゾーン当たってるかどうか。あ、グミだね。5まで行きましたよ。これボーナス確定乙女いただきました。96ゲーム天国っぽいです。さあチャンス告知で行ってみましょう。カットイン来て図柄が揃えば AT と。これは赤いですね。オッケー。特にレア役は引いてないです。これが青カットイン。継続の30ゲーム止まりです。あれこれがまだちょっとわからないパターンなんでわからないですよ。緑青青青赤、ここは来なくてもいいけど来てもいい。 OK。 ベルフリーズは乗せ高確率。ベルフリーズ1回も引いたことないです。いやベルフリーズ見れず20ゲーム乗せです。ないか。562枚。さあ222ゲーム、223ゲームで軍技3人。おいっぱいいるね。これはこれはグミ、第3グミ。軍技前にグミが2回来てて軍技中に1回グミ、4回目。チャンス目、あこれで今103ポイントなんでこれでたまります。エマは頑張れ。これで15回目、今15分の7、これで15分の8になるかどうか。ポイントからはすごいですね。チャンスの当選率ちょっと内容が弱くなってしまった。あ、いったね。15分の8です。これでクイーンアタックにします。ないかー。ない。おー、行きました。641。全長内容非常に弱かったですけども。50、30。おっと、押し順で。いいね。
やりました。後半になってだいぶ AT が遠くなってきちゃいましたけれども、まだプラスはプラスです。214枚、555枚、この台に関しては、まあ、チャンスの当選すごいんで上はありそうな勢いですけども、スタンプ終了画面のスタンプが何も出てないんでちょっとそこが気になるところです。お隣さんも、チャンスゾーンはそこそこ入ってて、そのお隣さんはもう6000枚オーバーと右肩上がりグラフ、もしかしたらマスロ戦5コート目4は全体あるのかなと思います。でバイオ RE2 なんですけれども、角2が別積みです、そしてカバネリ後ろにあるんですけど、カバネリがすごいです。多分2分1ぐらいではありそうな気配。あとは、ゲタマウス、あとジャグラーコーナーですね、複数台合算めちゃくちゃいい台、あります。こちらは毎回なんですけども、ジャグラーコーナーは、あとはグランベルムから4、5、6角、ご報告いただきました。この辺で乙女調査終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。